東日本大震災から13年の今日、道内でも復興を知るイベントが開かれ、津波への対策も進められています。道庁で開かれているのは、東日本大震災の被災地の復興を知るポスター展です。ポスターや映像などで13年経った被災地の現在地を伝えるもので、明日まで開かれています。 被災3県がです、ね、今なお復興で頑張っていらっしゃいますのでそのような姿を見ていただきたいという思いでこのようなポスター展を開催しております一方苫小牧市明徳町のスーパーでは屋上の駐車場を津波避難ビルとして活用する協定が結ばれました海岸からおよそ1キロのこの地区では最大で3メートル近い津波が想定されています 高さが7メートルあるこの駐車場には3600人が避難できるということです。